Welcome to 京都、Welcome to 夢八幡 TV。 本日も歴史を語っていきたく思っております。本日は京都高神口にあります法務局に用事がありましたので、京都御苑の方に伺ってですね、中山邸跡というところから、蛤御門までちょっと散策してまいりました。そこでですね、なぜ、中山邸に興味があったかと申しましたら、明治天皇睦仁親王ですね、がお生まれになったところであるというふうに言われております。京都御所の東北部にありまして、ちょっと東に外れた北側の京都御苑の中ですけれども言われておりまして、で井戸がありまして、幸の井と申します。それは睦仁親王の幸の宮から取った井戸であるということなんですね。で、お母さんというのは中山忠義の娘であられます中山義子さんの息子さんであると、正妻ではない、正室ではないですわね。お子さんが それ睦仁親王氏がなかったのでということなんですが、果たしてこの睦仁親王は、東京に行かれた明治天皇と同一人物なのかというのは意見が分かれるところで、いろいろおっしゃる方ありますけれども、どうも私は落合幹事先生の意見を取っておりまして、東京と、京都ですね、2つに分かれて明治天皇が存在していたのではないかと思っております。というのはですね、この中山忠義さん、というのは非常に重職についてられて大納言だったんですかね。で、ペリー来航ですよねの頃の方であります。4世紀来て夜も眠れんいう和歌残ってますわね。安静の、ね、安静ですか、安静の眠りを覚ます蒸気船たった4杯で夜も眠れると言われた頃の方で、これは、長崎の出島にありますオランダの町ですね、出島の町から情報が入っていたようで、それで、その時にいろいろと画策したのは中山の忠義さんと、でこれ朝彦親王という方は非常に重要にこれがなってまいりますんで、一つ覚えておいてほしいんですけれども、この方はいろいろ宮家の名前はいろいろ変えてられます。ユンの宮と言ったり、中川の宮と言ったり、聖霊院の宮、聖霊院ですね、千代院の横にありますけれども、そこの行ったりいろいろされる方なんですが、どういう方かと申しましたら、寛因の宮がまた出てきます。今の天皇家に流れる寛因の宮です。光覚天皇、仁光天皇、で孝明天皇ですね、この子。でその息子さんが、王子が明治天皇ということなんですが、仁光天皇と、まあ、有志というか、ね、養子みたいなもんですよね。で入った方であるということなんですが、もともとの流れというのは北条の呉崇高天皇からの流れで、伏見の宮からつながっていくと。で、
寺のところで、後醍醐天皇の森吉、森長親王は崇光天皇の息子、崇光天皇が息子であって、で南朝と北朝は合一してるんだと申しましたですけれども、そういう流れであって彼は南朝であるということを、朝彦親王ですよね、と主張していたようです。それで、後でまた昭和天皇の皇后のことに述べたいと思いますが、非常に重要な役割をして、で後で伏見の宮の明親王という方も出てきますが、この方は当時の段で勘違いに絵を残してられる方で、当時の少子坊で蟄居されてた方 で、その後観州寺に移られて観州寺の宮と申しておりますが、ここは八田ガラスの隠れ家です。これも聞いてますんで間違いないんで、そういう流れの方だということです。それと徳川慶喜ですよね、15代将軍、彼がもう徳川家を最後にしてどうしようもなくなる将軍だみたいに言われているかもしれないんですが、それはもう完全に外国からの力が入ってきて王政復興するにおいて、この徳川家系、一橋家ですよね、水戸の一橋家の方っていうのは非常に大きな役割を果たしたということです。それでこれ朝日御神王の湯の宮、湯ですよね、湯の宮と一橋の一で湯一政略とかいうふうに、落合筆子では申されております。で要するに徳川家系は東京の江戸城におったわけですよね。江戸城を明け渡すと西郷隆盛勝海舟なんかの下りが幕末でよく出てきますよね。もちろんですから江戸城に江戸城と、それともう一つ京都では本国寺の段でコンテンツで申しましたけれども、非常に重要だと、西本願寺の北側にあった今東急ホテルがあるとある辺であって、広大な敷地を有しておりまして、そこに陸奥人親王ですよね、この中山家から出た陸奥人親王が入って、江戸城の方には御南町の長州から出られた大物虎之助と言われた方が入ったんではないかとおいうことです。で表裏一体の御所を作って、備えたんだということです。これはもう大体そういうことで、間違いないと思います。否定される方はおられますけれども、それは二人おるということでだと話が分かってくるんじゃないかと思っております。言うたらあかんって言われてんちゃいますかね。亡くなられた、竹内の宿根の73世の方とか、言われてますけれども、それは公言してはいけないということになっているのではないかと思いますが、もうそろそろパンドラの箱が開くというふうに言ってましたんで、八田ガラスの方がこれは間違いないと思います。で岩倉具視なんかも明治維新に大きな役割を果たして欧米に視察に行っておりますわね。で、欧州のオランダなんかの欧州の天皇家の手引きで行ったんであろうし、で小栗光介の好きですかね、なんか埋蔵金になんか出て
来られますけれども、これは本当は亡くなってなかってフィラデルフィアの方に行ってアメリカの金融の礎作ったんだというふうで、これ岩倉とものには全部回ってると思いますんで、そういう流れであると。それで 今の流れにずっと入ってきてるんだということなんですね。最終的には裏の勢力が日本に襲いかかってくるのはもう大体分かっていたんでしょうね、と思われます。それとその明治維新において、坂本龍馬の段でも申しましたけれども、彼は一つのそういう裏組織の一コマに過ぎないと。で、まあイギリス経由でアメリカに行ったのかもしれません。それと幕末において島津成明っていう方は非常に、西郷隆盛を徴用して、突然死にますわね。突然亡くなって、久光に変わるんですけれども、成明いうのは実は亡くなってなかってスイスへ行ったんだと。西郷隆盛も亡くなって なかってスイスに後を追ったんじゃないかというのが落合先生の意見というか理論なんですけれども、それもありなんと思われます。成明はもう突然亡くなりますんでからおかしいですよね。で、西郷隆盛も本名は菊池言語というらしいです。もう南朝です。ですからこの五南朝と一緒ですわね。あの大室虎之助と同じ流れなので、裏の役割をしていた方だと思っております。それで私の意見になるんですけれども、明治天皇睦仁親王とこの大村と那須の東京と京都に分かれて、それでですね、大正天皇まではこの大室虎之助さんの系列だったかと思われるんですけれども、こっちの東京天皇の沖崎昭憲皇太后って言われてますので、ね、それと違う沖崎からいっぱい子供さんが出てます。これですから、そこにこちらからのお子さんが紛れ込んで、それがここで交代して昭和天皇になったと私は思っています。なぜかと言いましたら、最初に申しましたように、中山家に幸の井というふうに幸の宮と移す人ということで言われてたんですね。それで昭和天皇は道の宮ですかね、広人ですよね。これ有名ですよね。でエンペラー広人ということで、有名なんですけど、これ同じ字ですからね。そこへ戻っていったんじゃないかと思われます。それと南北朝の森永親王のところで申しましたけれども、この昭和天皇の沖崎さんというのは長子高順皇后です。高順皇后ですよね。高順皇后というのはその明治維新の時ですね、幕末から明治維新にかけて大きな王政復興から外国勢力に対する策略を徳川景気と一緒にやったという朝彦親王の直接の流れです。直接の流れです。それでこれ長は森永親王の長であるということを言われていたということで、ここでつながっているいくということですね。これ今の東本願寺の流れです。国の宮ですからね。光秀公は国の宮の流れということでつながるということです。
大変複雑です。私も頭整理するのに、非常に時間がかかりますけれども、紐解いていきましたら、だんだん、流れが分かってくると思われます。で、今上皇陛下、近所陛下とつながっていくんですが、昭和陛下、これ秩父の宮のお子さんやで聞いてるんですけれども、こうお子さん、直接のお子さんではないですよね、養子をもらわれたということで、近所陛下になって、さあさて次どこに流れるのか、今問題になってますわね、秋篠宮はどうなのかということで、私は次は、豊島宮愛子を内親王が継いでいくかという形に なるのではないかと思っております。それは聖書の予言にも書かれているようです。日本が国難になって、女の人がイスラエルへ連れ帰るというふうなくだりがあるようなんで、それは高市早苗さんというのが宇野先生おっしゃられてましたですけども、私は愛子内親王ではないのかと思ったりもしております。まあ、それまで私、存命でおられるか分かりませんけれども、できるだけ歴史を分かりやすく語っていきたいと思っております。本日はこの辺で終わらせていただきます。明日は、25日言いましたが、北野天満宮で位置が立つんですね。東寺と天寺さんの位置といったら2つ大きな位置ですので、一度散策しに行ってこようかと思っております。それで観光について、菅原道真についてもうちょっと深掘りしてみたいと思っております。本日はどうもありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録できましたらよろしくお願いします。ありがとうございました。